自分の強みはこれですっていう風に変換するっていうのがあんまりうまくできなくて、やってきたこととそれの解釈っていうんですかね、ちょっとずれてる感じはしたというか、この同じエピソードから切り取れる部分っていうのがいっぱいあると思うんですよね。どうもしゅんです、こんにちは。ということですね、今回は就活相談企画なんですけども、この動画は自己 PR のエピソードから自分の強みをどうやって見つけたらいいかわからないっていう人に向けた動画になってます。で、今回はですね、実際の就活生とソワさんに来ていただいてます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということですね、まず就活生の方は自己紹介お願いします。はい、明治大学商学部3年の田中智弘と申します。よろしくお願いします。ちなみに3年生ということは就活最近始められたって感じですか？そうですね、夏のインターンが始まったので少し申し込みをし始めたっていう感じです。実際どうですか、就活やってみて。そうですね、やっぱりすごい夏のインターンをたくさん出すべきだみたいなことを聞いていたので、たくさん出したんですけど、やっぱ全然受からなくて、1割ぐらい。何社中何社なんですか？50社ぐらい出して5社受かりました。あ、じゃあこれから夏休みじゃないですか。そうですね、その5社を受けるというか。そうですね、5社インターンを見て、あと自己分析とかその業界を見るとかもやっていこうかなっていう感じです。ちなみにどういう企業に行きたいとかって今決まってるんですか？IT 企業が多めで見てるんですけど、まだ絞らずに結構幅広く広告とか金融とかもうちょっと見てるし、人材もちょっと見てるしっていう感じで、まだあんまり絞れてない感じです。早速ですね、今回悩みの方を教えていただいてもいいですか？自己 PR についてなんですけど、自分の学生時代にやってきたことがあるんですけど、それを自分の強みはこれですっていう風に変換するっていうのがあんまりうまくできなくて、学知科自体はうまく喋ることはできるんですけど、そこから何があなたはできるのっていうことを言われた時にうまく伝わらないことが多くて、すごい悩んでます。今話している自己 PR っていうのがどんなものかっていうのをお話しいただいてもよろしいですか？はい、自分が、強みであると思っているのは、相手の立場に立って考えられる想像力と思っています。私は明治大学の学生向けウェブメディアを1年生の頃に自分で作って立ち上げて1年半ほど運営してきました。 SNS 上で明治大学の制度だったりサービスっていうものを大学の公式とはまた違った形でその学生の立場に立って配信するということを行ったんですけど、まずその Twitter を用いて発信をしていて、ウェブメディアをやるにあたってウェブサイトにするか SNS にするかっていう時に、学生がどこで情報を集めてるかなっていうことを考えたら SNS の方が見てるだろうなって思って Twitter の方に注力したというのがあって、あとはそのコンテンツ配信する内容についても、大学公式ですと論文の受賞とか、よく知らないマイナーなスポーツのニュースとかが流れてくることが多いんですけど、あんまり学生って求めてなくて、実際は学生だったら履修の情報とかサークルの情報とか、そういう職に学生生活に役に立つことが欲しいだろうなって思ったので、そういうことを配信していくということができました。そういうところからやっぱり相手の立場に立って何が求められてるかっていうことを考えられる想像力が自分の強みだと思ってます。わかりました、ありがとうございます。ということで、沢さん的に今どう思いましたか？やってきたこととそれの解釈っていうんですかね、そこからどういう力があるかっていうのがちょっとずれてる感じはしたというか、やったことはなんか面白そうだなって思うんですよね。その学生向けのウェブメディアをチームでやってたんですかね。そうですね、自分中心で3人ぐらいでやってたんですかね。ただまあ大学が提供してるサービスとかいろんなものを提供していくっていうようなことをしたんですね、はい、そのあたりのことっていうのはいろいろ掘れば面白いこと出てきそうだと思うんですけど、それがイコール相手の立場だってものが分かる、想像力っていう風に変換してるところが若干ズレがあるというか、どうつながるのかなっていう別の解釈があるんじゃないかなっていう感じですね。例えば想像力って英語で言うとナジーですよね。相手のことをおもんぱかってこう想像できるみたいな感じなわけですけど、今の話の中に特定の誰かとか他者のことっていうのを思い浮かべたみたいな、気持ちを想像したみたいなねとこっていうのが出てきたかっていうあんま出てこなかった感じがするし、おそらく例えば論文よりも履修の情報がいいんじゃないかとか、普通のホームページとかサイトとかよりも SNS がいいかとかっていうのも、どっちかっていうと論理的に物事を考えて進めてるっていうののファクトな感じがするんですけど、想像力っていうと僕らからすると、例えばちょっとしたね、田中さんが今ちょっと緊張してるんじゃないかなとか、だったらちょっとこう水でも出してみようかなとかね、こういうエピソードがあったりすると、この人っていうのは相手の気持ちを察することができる人なんじゃないかという、これがすごいかどうか別として、事象と出来事とその解釈っていうのがリンクしていますよね。今の話は想像力の話じゃないんじゃないかなっていう、ここがまず一番気になったところですかね。確かに今の田中さんご自身の質問でも、自己 PR のエピソードが強みと、うん、
ことを言えるかわからないっていうのは、リンクしてるかわからないなっていうのをモヤモヤを今抱えてるっていうことですね。そうですね、うん、その想像力っていうのが合ってるのかなっていうのはちょっとまだしっくりこない。多分ね、結構多くの学生さんがまずね、そこがつまずいてる感じなんですよね。ある事象を言ってそれが想像力だって言うけど、それつながってるみたいな感じだと、結構ね、その先の評価って、ね、もうないんですよ。もうないって言ったらちょっと厳しい言い方になるんですけど、そもそも事象と主張しようとしてることとリンクが合ってないから、想像力そこからどうやって掘っていこうかっていうことになってしまって、面接とかする側の思考もストップしちゃうんですよね、みたいなところがあるので、もうちょっとここは合わせた方がいいかなと。もちろん合わせるのはどっちに合わせるかって言ったら事象の方ですね。出来事とかエピソードの方ですね。これは変えられないじゃないですか。エピソードは多分そのままでいいんですけど、ここで何が得られるのか、これを考えてみるのが多分いいと思うんですね。例えばさっき言った論理的にね、物事を考えることができるってことにつながるかもしれないし、例えば常識だとこうなんだけれども、その常識とは全然違うやり方でゼロベースでね、物を考えれるっていうことかもしれないし、なんかどっちかっていうと思考系につながるようなエピソードな気はしますね。ちなみに田中さんが運営していたメディアの詳細をお伺いしたいなと思うんですけど、なんていうメディアなんですか？そのままで明大メディアっていう名前でやってまして、主に活動の中心はツイッターで、今6000人ぐらいの明大生が、おーすごいね、はい、ありがとうございます。それに見てもらってる媒体になってて、ツイッターメインでやりつつ、インスタグラムとウェブサイトを必要な時に使っていくみたいな感じで。ウェブサイトもご自身たちで作られたってことですか？そうです、ノートのブログ、マガジンね、ちゃんとそのサーバーを立ち上げてとかではないんですけど、うん、一応リンク記事がまとまってるところは作ってます、ね。それ何ヶ月ぐらいでやったんですか？1年生の冬から始めまして、はい、ずっと続けて3年生の今までやってて1年半ぐらいになります。なんかここまでの至る過程の中で多分試行錯誤をいろいろされて、そこになんかキーがありそうな気がしますけどね。アピールできるようなポイントが、6000人のフォロワーがいるっていうのもなんかすごい感じがする。まだ予感のレベルですけどね。そこになんか掘ったらありそうな気がするし、3人でやったっていう中でメンバーはずっと3人同じですか、それとも入れ替わりありました？最初1年ほど僕1人、フォロワーが増えていって数千人っていうぐらいになってから手伝ってくれる、なるほどね。そして今その2人に手伝ってます。だとしたら、例えば一人ぼっちでやってた期間っていうのが1年ぐらい、この辺りの独力で何かできるみたいなところとかも、多いな、1年間もずっと一人で折れなかったんだとかっていうのはすごいことの一つだなとも思うし、この同じエピソードから切り取れる部分っていうのがいっぱいあると思うんですよね。そこをまずはブワーっとこれ出してみて、人にやっぱり聞いてもらった方がいいと思うんですよ。自分自身に潜んでいる強みを見つけるために具体的にできることって、これはね、やっぱり自分では強みのことって当たり前のことだったりとか、さらっとやってしまっていることが強みであることって多いんですよ。なんでかっていうと、英語がペラペラな人っていうのは英語が喋れるなんていうことがすごいことだっていうふうにもちろん思わないっていうか、例えば僕ら日本人で日本語が喋れるっていうのはすごいことだと思わないみたいな感じと一緒で、自然にスラスラと無意識でできちゃうから強みレベルなんですね。逆にこう一生懸命頑張ってものすごい努力してやらなきゃいけないことっていうのは、まだ強みのレベルに達してないっていう、人事としてもそういう判定だったりするんですよ。と田中さんの中では想像力どうのっていうのは頑張ってやってるところなんだと思うんですよね。もっと自然にできてるところ、そっちの方が多分強みで、正直ね、頑張ってやれてることっていうのは自然にできてる人には負けちゃうんです。自然に人の気持ちがおもんぱかれて、気づかぬうちにさっと、いや、こんなぐらいのこと普通のことでしょみたいな人には想像力では多分負けちゃうんですよ。ということは強み足りえないだから難しいんですけど、自分の強みっていうのをこう探すっていうのは、だからやるべきことっていうのは自分では分かんないので、聞いてもらって、それすごいじゃんみたいな、これってすごいですかみたいな、僕は普通だと思ってやってましたみたいな。例えば一人で1年間この作業を続けるって大変だと思うんですよ。継続力みたいなものだったりとか、不安があっても前に進んでいくみたいな楽観性みたいなもの、なんとかなるだろうみたいな感じがあったからやってたわけですよね。もう不安で不安でっていうよりは、これってすごいね、いいところなんですよ。楽観的であるみたいなことっていうのは、そういう人がチャレンジできる人なので、みたいなところがすごかったりとか、さっき言った独力でやれる、一人ぼっちでも寂しい人にしないみたいな、あのことってね、すごいプラスなんですよね。ほっといても大丈夫なわけじゃないですか。会社入って上司からすると、ちょっとほっとくと死んでる人とかいるわけですよ。こういうね、寂しい人にしちゃう人みたいな、これってずっと手かけてなきゃいけないんで、かまってちゃうみたいな人じゃないってことですね。期待性があるとかね、ですよね。だからそういうのってすごく思うと思うし、今聞いただけでもこう全然想像力とは関係ないことがいっぱいこう出てくるので、っていうのをね、人からもう、あそこすごいじゃんっていう自分で気づかないところを走ってもらうしかないと思うんですけどね。どんな人って
ていうのは自分のことをそこまで知らない人の方が客観視してくれやすいんですかね。普通はパッと聞いただけだと凄さの程度みたいなものってあんまわからないと思うんですね。本来は自分のことをよく知ってる人がいいとは思います。友達とか家族とか、はい、友達家族というよりは1個上の先輩ぐらいが多分一番お前ってこうじゃんみたいなことをちょっと気兼ねなくいろいろ言ってくれそうな感じがするので、一番よく知ってる先輩で結構ネガティブなことも含めていろいろ言ってくれそうな人っていうのが多分一番いいんじゃないですか。ね、思うんですけど、学生さん全員に言いたいことなんですけどね、はい、私の強みは想像力ですっていうのがあってエピソード言ったじゃないですか。これ最初のやつ全部いらない気がするんですよね。自己 PR と言われてなんかそれ一つの型になってるじゃないですか。私の強みは何々です、なぜならばこういうことがあったからですみたいな。そうすると必ずこの一致がね本当に気になるんですよね。何も言わなかったら今の話ってスッと別に普通に入ってきて、私はこんな場面でこういうことをやってこんな結果を残したやつです以上、それでいいんですよね。お聞きしたいんですけど、自己 PR で企業ごとに変えた方がいいかなっていうのを迷ってて、会社に合わせて自分の強みっていう部分をちょっと変えるのか、エピソードも変えてしまうのかっていうところはどうなってますか。受かりやすい受かりにくいみたいなだけの話をすると変えた方が絶対いいですよね。なんでかというと採用基準っていうのは会社によって違うので、自分が強みだっていうのをその強み別にうちいらないみたいなことだってあるわけですよね。なんですけれども、この強みで俺は生きていきたいぐらい確固たるものがあるんだったら、その一本で貫いてそれで拾ってくれるところに行けばいいっていう考え方もありますよね。だから今自分の強みどれだろうなって思ってるんだったら会社に合わせて出してみるっていう方がいいと思います。今は調べるためにいくつか試してみてもいいかもしれないですね。そうですね、いろいろちょっと受けながら微妙に変えてみて。たださっきもちょっと言ったかもしれないですけど、同じエピソードを言ってもどこを取るかっていうのは会社によって違うだけだったりするんですよ。さっきの一つのエピソードを聞いていろんなこと言いましたよね。継続力があるんじゃないかとか、独力でね自己完結した仕事でも寂しがらずにきちっと独り立ちして独力でできる人なんじゃないかとか、いろいろ言ったじゃないですか。それは会社の側の人たち、人事とか採用担当の人たちが自分たちが欲しいものをそのエピソードの中に見るわけなので、勝手にさせとけばいいっていう話もあるんですね。あるエピソードの中でも一つの能力だけが現れてるってことは絶対ないわけですね。いろんな能力が現れてるんで、どこに光を当てるかはもう任せちゃうっていう、そういうのもあると思うんですね。ちゃんと自分がやってきたエピソードとかそういう事柄ですよね、それを示しさえすれば、ある人は継続性に注目し、ある人は独力っていうところに注目し、ある人はアイデアフリーなところに注目しっていうふうに会社が勝手に変えてくれるので。ちなみに自己 PR ってやっぱり多くの学生さんはそんなもんないよって思ってる人多いと思うんですよね。強い人を持ってない人はどうすればいいとかってありますか。それが思うのが、人の能力とか性格って社会的望ましさって言葉があるんですけど、好奇心が旺盛だって言ったらどう思います。いい感じがします。ポジティブな、まあ、でも好奇心ばかりでどっか行かれてしまうと困るな、でしょ。好奇心って時代的にはいいものですけど、同じこの時代においてもあまり好奇心高すぎる人っていうのは飽き性でもあるので、そんな人はいらないと。むしろあまり好奇心がそんなに目がねいろんなところに行くんじゃなくて、一つのことをコツコツとじっとやってても別に飽きないというような人の方がいいっていう人だっていっぱいいるわけなんですよ。ですから同じような状況でも、ステルカミあれば疲労カミありみたいな感じで、いいと思う会社と悪いと思う会社っていうのは本当はあるんですよね。いろんな会社の求める人物像とか採用基準を見てると。だけど学生さんは社会的望ましさの観点だけで自分のことを見て、自分はいいところはないみたいな、暗いみたいな。でも暗いってよく言ったら冷静とかね、落ち着いてるとかね、穏やかとか温和であるとかねって言ったら、実は温和であるなんていうのは某日本を代表するようなメーカーさんの採用基準のうちの一つなんですよ。温和ですよ。それが強みなんだったら温和は、うん、温和かもみたいな人いますよね。だから強みがないなんてことは本当全然なくて、ただ単に社会的望ましさの檻の中に入ってしまって、その基準でだけ自分はダメなものしか思ってない。ある意味国語の問題なんですよね。自分がダメだと思っているものをよく言い換えたらどうなのかって考えればいいだけの話で、もし自分でできないんだったらそれは誰かにやってもらえばいいんですよ。いいこと言いますね、そうですか。いや、ありがとうございます。答えるときは事象を答えるってことを一貫して意識していれば、どちら聞かれてもどちらでも捉えられるっていうことですね。とは言っても強み弱みって聞いてくるじゃないですか。だから自分の特徴っていうのを出した時に必ず両面の言葉を言い出してくるんですね。好奇心旺盛と飽き性、暗いっていうのと穏やか落ち着いてるとか、これ全部何でもあるんで。ということで今回自己 PR っていうことをテーマにソワさんにお聞きしたんですけども、視聴者の皆さんもぜひ今のお話を参考にしてこれからの就職活動頑張っていただけたらなと思います。ということで本日は皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。
就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。